はい、東大一日トーク中退家庭教師哲夫です。どうも、ひっさくんです。さあ、やってまいりました放課後チャンネル。皆様いつも見に来てくれてどうもありがとうございます。だいぶ段階的に学校も始まったみたいでね、この放課後チャンネルの放課後っていう意味もね、少し意味ができてきて、それでね、今日は久しぶりに不妊治療についてやろうかなと思ってます。不妊治療で大変なのは奥さんなんだけど、奥さんはなんとそのホルモン注射っていうのは自分でね、自分の腰のあたり、この尻のね、この腰のあたりにね、自分で注射打たないといけないのよ。でこれがね、やっぱねきついだろうなということで、まあ、今回ね動画にしようかなと思ってるんですけれども、1ヶ月2ヶ月前ぐらいにその助成金の問題でね、コロナでね不妊治療を遅らせた人に対する、要件緩和みたいなのがあって、よっしゃよかったと思ったら、ギリギリうちの奥さんがね43歳になるタイミングが1ヶ月ぐらい早かったから、助成金受けられないよということになっちゃったので、助成金がないとね不妊治療っていうのはね結構お金かかるんですよ。でもね後悔はしたくないということで、自腹で行こうと、ラストサイラン始めました。もう夏も近いんでね、冷やし中華始めましたみたいな感じでね、冷やし中華は安くていいですけどね、それでねとにかくやり始めたんですよ。一回やるだけで 5,60 万かかるんで、まあすごいなーって感じなんですけれども、やらなかったこれ、そりゃね後悔しちゃうから、だって時間は待ったなしですからね。で今ね採卵をしようということで注射始めましたね。で皆さんにはねこういうことも全部ね、お伝えしていって、それでこうねなんつうのかな、親近感を持ってやっていこうというふうに思ってますので、今日はねその注射についてですね、ご紹介したいなと思ってますね。はい、この北海道というねこの広い土地に来て、で広々とこう心もねやっていけばなんかいいこと起こるんじゃないかということで、不妊治療にも適してるんじゃないかなっていう感じでやってきてます。ということで行ってみましょう。注射は今並べるって、これ注射なの？これか。長っ。こっちは旦那さんが飲むやつね。これは飲むだけでいいと、楽ちんと。すいません。冷やさないといけないからね。この中に保冷剤入れて、セットしたやつを注射器のとこ、これ、冷蔵庫に入れないといけない。冷蔵庫に入れないといけないんだ、今何注射器に入れてんの？入れるとこ取らしてやるから、取らしてやるからとか入っちゃってるよ倒さないで、とにかく分かった、余計なことしないで、それで何？ちょっと待って、パワーバランスを人に分かってもらおうみたいな、普段よりちょっと強気に出るとかそういうのやめてよ。ねえ、ほら倒してさないでって自分で倒しちゃってんじゃん。だから倒したらこの。倒していいやつと倒しちゃいけないやつがあるの。開けてんのと開けてないのね。開けちみすぎで本能寺の辺。はいはい。折るんだ。おお。22っていうやつ、刺して、外して、うわ怖え、注射だよ、このとこまでね、これを吸う、これはもう流しに捨てていいって言ったから、これね、それでミックスすんだここで、これを、はい、粉になってるからね、あ、粉になってんだ、これに、入れます。ああなるほど。でこれをもう一回吸うのね。全部吸います。
そしたら、同じやつ、同じやつに、また入れます。同じように、全部吸う。吸います。はい、吸いました。そしたら、これを針を変えます。変えたの？うん、うわ、長っ。この針が、今度は、23っていうやつ。変えました。うちの方が針が細い。刺すやつだから。で、これを、あ、スーパーカップ打っちゃった。これを、空気を抜く、トントンってやって、この辺にある空気もトントンってやって抜きます、で、この先に水分が出てきます、それで準備完了。で、それをあとはお尻に刺して、どんぐらいぶっ刺すの？この辺まで。スーパーカップ入っちゃった。この辺まで。もう4センチ5ミリぐらい、体の中に刺すんだ。肉挟んで、スッと刺して、これで押さえて、シューッと入れて、で離して抜いて、アルコールのやつで押さえて、もみもみしっかりして、で最後にテープを貼る。これを毎日やるの？毎日じゃない。6回あるのかな、私の場合。人によって違う。ほぼ毎日じゃん。人によって違うみたいだけど、私の場合、前回数えたら全部で6回だったと思う。毎日？やるときは続けてた。病院がお休みだとどうしても間空いてしまうから、それはしょうがないんだけど、先生の指示通りに打ってます。よし。頑張ってるね。睨まない、睨まない。大変なんだこれね、一回一回躊躇しちゃったよね、昨日は躊躇して15分怖くて打てなかった。バンジージャンプぐらい怖いねこれ、あ、スーパーカップ片付けんの、隠してる隠してる。